お世話になります、一人でございます。昨日エイプリルフールレイドが行われましたが、またここで号外的なレイドが更新されましたので、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。ちょっと理由は分かんないですけど、ウサギポケモンレイドらしいですね。でそれで出現するポケモンはエースバーン、マリルリ、ミミロップ、ホルードでございます。で今回はなんとマリルリが色違い確率アップということで、すげえいいレイドなんじゃないでしょうか。で今回一番やばいのは色違いもそうですけど、エースバーンですよね。まあこれ捕まえられないらしいんですが、これは本当にめちゃめちゃ私たちを楽しませてくれるようなレイドなんじゃないでしょうか。まあ捕まえなくてあんま意味ないんだけどね、正直。ただこれは御三家は多分初めてなんで、画期的レイドですね。で期間は4月2日から4月5日の月曜日の8時59分までということで、またそこでレイド更新されますから、何来るんでしょうね。そこのあたりも結構楽しみなところですが、まあとりあえず今回ね、やっていきたいなと思います。とりあえずエースバーン戦って色違いマリルリをゲットするっていうことかな、やっていくことは。はい、じゃあやり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るで受け取っていきましょう。えい、来たーっていうことでいきましょう。まあ出現場所はね、いつも通りどこでも出ると思いますので、好きなところに行きましょう。私はいつものね、レギュラーゾーンでやっていきたいと思います。ここを入れて、で中身チェック。おい、昨日の不運が頭によぎるな。うおい、なんで運いいけど悪いんだよ。こんな今日願いの塊少ししかないんだよ。おい、なんでまた出んだよ。マジでイカれてんだろ。イカれすぎだろ。なんでこんな運いい悪いの。おい、マジか。おい、来た。これじゃね、多分ウサギちゃんですからね。で私ホルドはちょっとあんま欲しくないかなっていう感じなんで、まあこいつも強いけどね。みんなで挑戦で、ホームボタンを押して、それで設定からですね、1日進めるって感じの日付変更バグをやってですね、別のポケモンに変えていきたいと思います。これはね、イベントレイドのね、ポケモンが出たところでやらないと別のポケモンにならないので、そこは注意してくださいと。あ、ここでついでワットも稼げるからラッキーだわ。でマルルルも、まあ、言えてないけど、これ難しいんだよ言うの。だから嫌なんだよ。まあとりあえずこれ三つ星だと色違いは出ないらしいので、5つ星じゃないとね、確率上がってないので、ちょっとこれは別のに変えていきたいなと思います。まあこれでとりあえずエースバーンかマリルリの星5が出るまで、ちょっとやっていきたいなと思います。やっていこう。お、こっちが先に来ちゃいましたね。まあとりあえずやろっか、エースバーンの前に。でもこいつすらもうめちゃめちゃ時間かかりましたね。今エースバーンも全然その間に出てこなかったし、結構確率渋いのかもしんないですね。とりあえず出てきたら一回戻ってね、それで必ずレポート書いておきましょう。そうしないと、また次ね、別のマリルリン変えるの大変になっちゃうんで。じゃあレジス釣りましょうか。来るか、頼む、来てくれ。一発で来たらもう最高だよ。無理か、さすがに無理か。そこまではまあ求めてないけど、ちょっと求めちゃってた心の中で。こいつの色違いはね、パッと見でわかるから、まあで出なかったら、必ずリセットですね。はい、リセット後は、また同じくね、みんなで挑戦やって、本ボタンで1日進めて日付変更バグで、それで別のね、5つ星のマリルリ、出していきたいなと思います。まあ私はエースバーン出たらそこでその都度戦っていきたいなと思いますけど、まあ、結構ね出ないんで、まあ頑張るしかないですね。また来ましたね、マリルリ5つ星ですね。てかエースバーン来ねえじゃん。来んのかエースバーン。まあとりあえずまた出たらね、必ずレポートをカキカキして、そこからまあ挑戦ですね。2回目で来たらマジでこれ奇跡だぞ。たまには来てくれ。無理か、ダメか。ダメだよね、やっぱり甘いね、考えが。高級メロンぐらい甘い。まあダメだったらまたリセットして、またね、日付変更バグひたすらやっていきたいなと思います。5つ星マリルリかエースバーンですね。それ出るまでやっていきましょう。起きた、さすがに無理だ。まあ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 落ち着こう。おー、来た来た、初めて来た、すげえ、マジか、すげえ、めちゃめちゃかっこいいじゃん、シルエット。なんか改造やってるみたいな感じだよ。でもなんかポケモンの巣で御三家出ちゃうのどうなんだろうっていう考えもありますけどね。でもかっこいいから一緒、やば、光ってるし、しかもかっこいい。まあ、とりあえず出てきたんでレポート書いてから、ちょっとねポケモンがいいやついないんですよこのソフト。なのでネクロズ見ましょう。まあやっぱりね、今も捕まえられませんがよろしいでしょうかのやつ出てきましたんで、
ちゃんとね、戦えるってわけです。うわーすげえ、ここで出てくんの嬉しいな。めちゃめちゃかっこいい、かっこいいっていうか豪華っつうか。じゃあこれさ、完全に今後さ、また同じようななんか豪快レイド的な感じで、あいつ出てきますね。御三家の巨大マックスゴリランダ、巨大マックスインテレオンとか。うわすごいなーっていうか、うわー最悪、リベロじゃん、強っ。マジか、一発でやられた。リベロずるいな。マジかよ、一発でしてやられるんだけど、強すぎなんだけど。勝てなくねこれ。あでもバリアは4つだね。そこは良心的だけど、マジでダイナックルとか普通にやってくるからきついな。マジか、全員一発でやられるんだけど、強すぎる。強すぎなんだけど、普通に勝てねえこれ。仲間と結託しないと勝てないですねこれ、強すぎて。いやー強、もう一回戦おうか。強すぎる、バックアウトずりーだろ、全体攻撃じゃん。いやーせこいな、2体もやられた。しかも火炎ボールやってくるとかずる。しかもやけどになったし。いやこれ勝てるぞ、頑張れば。ナイス、塩水ナイス、めちゃめちゃナイス。あとちょっとだ、頑張れみんな頑張れ。うわーやばい、弱しも弱くなった。オッケー倒せた。うわーやっぱ味方ゲーだなこれ、なかなか強いっすねやっぱ。あこいつは逃げられたね、やっぱここどこかに姿を消した。うわーいいねアイテム、鎧鉱石1個、マックス鉱石1個。ここちょっともうちょっと増やそうっていう感じだけど、経験は MXL6 個ですからね。まあこれ、ね、強すぎて普通に他のポケモンやった方が早いっすけど、まあまあまあやりがいはあるよね。でもポイントアップも1個、不思議な飴2個、水星のかけら2個と、かなり豪華ですね。ただガチ強いし、リベロだし、本当にずるい。そもそもめちゃめちゃ確率低かったからね、出てくんの。そこがまず大変なんで、まあシルエット見るためにぐらいしかやる価値ないかもしれないですけどね。じゃあまた入れてやっていきましょうか。次はマリルリ色違いね、確実に狙っていきたいなと思います。違うね、おい。おし来た、いいね。こっからまた5つ星にマリルリ出して、ひたすら厳選しちゃいたいと思います。レッツゴー。ふぅ、ルーツ来ない、無理か、無理だね。あーもう抜けられねえな、この運の悪さから。バーよし、出てくるけどね、出てこないんだよな。頼む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 、おお来た、シッシッシッ、それなりに早い。今回はまだ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 早い。ラッキーラッキー、これはアリロリだけど、しゃいいねいいね。今回はまあ悪かないね。と言ってもかかった時間1時間半もかかったわ。これでなんか早いっていうのももうあれだけど、なんかもうもはや早く感じてるわ。うわ、てか初めっからバリアあったね今。マリロリは攻撃する前にもうバリアあるキャラですね。わ2個削れたし、そんなことあるんだ。はい、また割る。結構弱いね、強くはないね。と言ってるそばからやられる、と言ってるそばからまたやられる。オッケー、チャージビームで一気に倒せましたね。全然強くなかったマジで、多少やられたけどね。ダークボールでいきましょう。ここちゃんと捕まってよ、頼むよ。一発目で出てきたらもうぶち壊す、全てを、この世の全てをぶち壊すから。まあそれはないと思う、さすがに。オッケー来たよ、いいかな、オッケー大丈夫。よっしゃありがとう、今回運いい、めっちゃありがとう。昨日運悪すぎたからね。まあと言ってもう今回はめっちゃいいってわけでもないんだけどね、本当にまあ普通ぐらいか。よっしゃ捕まえた、アイテムは普通だね。あこいつの場合は普通なんだ。別にダイマックスアメ2個と経験アメ XL1 個 L2 個っていう感じで、鉱石1個ずつ、バンジェのみ、まあ普通か。じゃあエースバンだけかな、やっぱあいつは逃げられちゃうから報酬がいいってことですね。はい、じゃあマリルリ見ていきましょう。まあこれちょっと個体値見れないのでちょっとごめんなさい。はい、中身見ていきますと、レベル60のメスのマリルリでございますと。いいね、やっぱり色違いがいいよね、こういうはっきりわかる色違いはね、最高だわ特に。で特性は熱い脂肪で、熱い脂肪で守られているので、炎タイプと氷タイプの技のダメージを半減させるということで、普通に強い特性ですね。ただこれは夢特性ではないですね。で技はアクアブレイク、じゃれつく、バカ力、地ならしということで、そんなにねやっぱ強くはないですね。バカ力とかもやってくれたら防御とか下がってくれるし、戦いやすくはあるんじゃないかなと思いますね。で寂しがりな性格、これはどうなのかちょっとよくわかんないけど、まあとりあえずマリルリゲットだぜということで、今回は色違いマリルリを
ゲットさせていただきました。でさらにね、巨大マックスエースバーンとも戦いまして、なかなかね特殊すぎるレイドなんじゃないかなと思います。まあといってもね、エースバーン結局捕まえられないから、まあ見た目ですよね。いいのはあんなかっこいいのが出てくるのが嬉しいっていう意味ではおすすめめっちゃできますね。あとまあ色違いはまあいつも通り普通にいいからね、グドでしょう。まあとにかくマリルリはほんと可愛いんでね、最高っすよ。多分同じく可愛いマリルリ色に塗ればこいつみたいなんじゃね。